皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。トッサン TV トッサンでございます。えー、本日はですね、ちょっと速報でございまして、本当は、あの、本日ですね、えー、猿芝居シリーズ、あの、お届けする予定だったんですけれども、ちょっとですね、重要な速報が入りましたので、猿芝居シリーズは、明日、明日、動画配信させていただきたいと思います。猿芝居シリーズを、 押しのける重要なんとトランプさんのご子息で長男であられますトランプジュニアさんがどうやら、えー、次の2022年のニューヨーク州知事選に出馬をする模様でございますまだ正式表明はされておりませんがトランプジュニアさんの秘書の方が メディアに、えー、語ったということで、えー、情報が流出してきたということでございます。正式な表明は待たなければいけませんが、ちょっと情報は情報なので、ひとまず速報という形で皆様にお届けさせていただきます。よろしくお願いいたします。では、ドナルド・ジョン・トランプ・ジュニアさん、参ります。よろしくお願いいたします。 はい。トランプさん、トランプ大統領の長男のですね、トランプ大統領ですね、結婚3回してまして、その最初の奥様との間に生まれた最初の子供ということですね、が、ドナルド・トランプ、ドナルド・ジョン・トランプ・ジュニアさんですね。はい。えー、ニクレームはドンとかドン・ジュニアというふうに呼ばれておりますけれども、 5人兄弟の長男ということで、統率力がありそうで、まあ期待してしまうというところですが、1977年12月31日生まれ43歳でございます。ニューヨーク生まれですね。 で、ニューヨーク州知事というのはですね、立候補するのに直近で5年間ニューヨーク州に住んでいないといけないので、現在もお住みなんだろうなというふうに思います。出身大学はペンシルベニア大学ということで、まあお父様と同じですね、かなり優秀な大学でございます。身長185センチということで、堂々たる体育と。 といいうことでございますでトランプジュニアさんですね、お父様のトランプ大統領が大統領に就任された時政権移行チームに加わりまして、お父様を支えるという意味で政治の世界に入ってきました、でその前も、実はトランプ大統領が会長兼社長を務めている不動産会社ですね、トランプ・オーガナイゼーションという不動産会社で副社長をしておりました。 まさにお父様の右腕といった立ち位置でございます。で、えー、これを聞くと我々一般庶民はですね、まあ金持ちで父親のすねかじりなんじゃないかと、いうことで、えー、まあその、某ハンターさんです、ね、おのようなイメージを抱いてしまう方もいるかもしれませんが、これ全然違ってまして、トランプさんというのはですね、えー 仕事に対してはもう大変厳しい方でございまして、えー、期待通りに成果を上げて報告した日には、なぜ期待通りにしかできないんだと。期待を上回りなさいと。いうことで詰められるということなんですね。これが親族であっても全く同じということで、かなりですね、期待抜かれたサラブレッドであると。 いいうこととが言えると思いますその上でビジネスの面でもそして大統領職に就かれたあとも右腕として、えー、父ドナルド・ J ・トランプ大統領を支えてきた逸材だということが言えるんじゃないかなというふうに思います。はい、で当、えー、の本人トランプ・ジュニアさんですが2018年に離婚をしてしまいましたがあその奥様との間になんと 5人のお子さんはい一番最初に生まれたのは女の子次に生まれたのが男の子ということなんですがこの長男の男の子のお名前ドナルド・ジョン・トランプ3世でございますねはい、えー、欧米の方ではですね、えー、日本のようにあの親子は必ず名前が違うということではなくて、えー、歴史を を見ていけばですね、一世、二世、三世、四世と同じ名前がつくという、まあ、由緒正しい家が多いんですけれども、えー、トランプ大統領一世としてですね、もしかしたらこの名前というのは語り継がれていく、継承されていく名前になるのかな、というふうにも思います。はい、えー、ということでですね、非常にまあ、えー、期待したいところなんですが、これですね、対峙する相手がめちゃめちゃ強いんですよ。えー、現在、えー、アメリカの ニューヨーク州知事を務めているのは、アンドリュー・クオモさんというイタリア系のリベラルの方ですね。民主党。民主党なのかな党籍は民主党かどうか分かりませんけれども、思いっきり左の方ですね、えー。ただ優秀な左です。左イコールダメかというとですね、そういうわけでもなくて、支持率80%男です、えー。ちょっとですね、コロナ対策で支持率を上げて、 去年終盤、そのコロナ対策でまた支持を少し落としたという知事なんですが、その一番高い時が80%あったという方でございまして、でに久保さんは参戦しております。3回主知事になっているんですが、4戦目も立候補するということを既に表明しておりますので、2022年激突ということになります。まあ、その前に予備選をです、ね、勝ちち抜いててゃんとと候補として トランプジュニアさんが、まずは党内を勝ち抜かなければいけないんですけれども、勝ち抜いた暁にはと、えー、いうことですね。で、まあ、久さんはですね、えー、ニューヨーク州内のフラッキングの禁止とか、あと、同性婚ですね、えー、を認める州法に署名をしたりとかっていうことで、まあ、思いっきりですね、その、 リベラル寄りな政策、まあ、ただ同性婚に関しては私はですね、あの形あの家族っていうのは形ではなくてあの、愛情という気持ちの問題だと思うので、いいことじゃないかなとは思うんですが、えー、フラッキングはですね、<laughs> はい、<laughs> あのアメリカは排出、CO2 の量って年々、トランプさんの代でもずっと減ってますので、微量ではありますけどね。 はい。なぜこんな劇的に禁止しなければいけないのかっていうのはちょっと意味がわかりませんが。はい。ということでですね。えー、名を馳せたのはあ、このパンデミックが起こってから、クオモさん、その前も強かったんですけどね。その前もめちゃめちゃ強かったんですけど、大きく名を馳せました。えー、パンデミックが起こって3月、4月ぐらいかな。まだアメリカとしては間もない頃であります。うーに イベント野外のイベント場なんかをですね、州兵の人に協力してもらって、すぐさま、野戦病院というのを作りました、4、5000床ぐらいあるのかな、ものすごい大きな野戦病院ですね、1000勝ぐ,ぐらいずつで、順次作っていったんですけれども、を作っていきまして、このパンデミックの戦いの中で、例えば学校閉鎖したりとか、飲食店を閉鎖したりとか。 何時以降は外出しちゃだめよとかいろんな対策を打ってきたんですがあ一方的にですね対策を市民に押し付けるような形ではなくてなんと毎日記者会見をして、えー、そのニューヨーク州の方と情報を共有してですね、えー、なぜそういうことをしなければいけないのかという部分の科学的なものもちゃんと説明した上でそれについて自分はどう考えているのかというのも 説明してあとは記者との質疑応答をするというようなタフな記者会見をなんと毎日やったんですねでそれにかなり励まされた方もいるみたいで支持率がこうコロナが広がっていくのに支持率も上がっていくとで一時期抑え込みに入るんですがえー、まあ第2波ですねが来てもう一回パンデミックに行ってしまうと。 ということでございますす非常にまあ優秀な方ですねでね実はあその3月ぐらいですね、えー、実はトランプさんも、えー、こういうニューヨーク州のような、えー、都市ですねっていうのをロックダウンしようとしてたんですねところがそれを州のが権限があるので州の方に蹴られてたんですよでこのクオモさんも実はそれを蹴りました、えー 州に対する戦争行為だみたいな、ですね。かなり過激な言葉で口出してくるなということで蹴ったんですね。で、えー、ただこの人は他の民主党の左派の人たちと違って、ただ突っぱねて、えー、手をこまねいているんではなくて、積極的に、えー、動いたということですね。それが評価をされている。 といいうこででございますす、まあ、非常に強敵ですねトランプジュニアさんが果たして勝てるのかどうかってのはちょっとわからないぐらいもうめちゃめちゃ強敵な方でございます。で、非常に優秀な方なんですが、えー、このトランプジュニアさんとかトランプさんとこのクオモさんのですね、まあ、いわゆる共和党と民主党的な保守とリベラルの違いみたいなのが顕著に表れているのが、警察改革。 なんですけど最後にちょっとそれだけ説明をさせていただきたいと思いますはいでは、警察改革ですね、ちょっと簡単に説明させていただきますけれども、え去年2020年ですね、フロイドさん事件に端を発しまして、ニューヨーク州でも警察改革というのが行われましたで、トランプ大統領も警察改革に関する大統領令には署名をしておりまして、改革の必要性は感じておりました。 ところがですね、その改革の考え方というのはやっぱり違うなというところに違いがあります。えー、久保さんの改革というのはですね、主にこれなんですけれども、50A の撤廃というのはあの、何か警察官とかですね、危険を伴う仕事の人が、何かミスをしてしまっても、身分が明かされないようにその、その人を守るという。 70 1970年ぐらいの法律なんですが、まあ、古いものですねで、これを撤廃しました、これは問題ないと思いますがで、その次、警官によるチョークホールドの禁止、これはトランプさんも大統領令で証明しております、首絞めちゃだめよということですね、でえー、人種に絡んだ虚偽の緊急通報の禁止。 ということで、えー、なんていうんですかね、差別をもとにヒステリックにです、ね、通報してくんなよっていうことですね。で、これはまだいいんです、これはまだいいんですけれども、次、こちらです。これ、ニューヨーク市の方がやった警察改革なんですけれども、これを久保さんも認めております。で、私がうんと思うのは、えー、4と5ですね、上の2つ。 警察官はパトロール中、ボディーカメラの着用を義務付けるということですね、えー。車の車載カメラみたいなもので、どこをどう歩いて何をしたかっていうのを全部あの開示せよっていうことなんですよ。で、えー、次がですね、銃を発砲したりとか、えー、テザー銃っていう、あの電気のビリビリっていう銃ですね、えー。危害を加えた場合、30日以内に録画内容を提出しなさいということで。 えー、全部後からチェックされる、ところがですね、現場というのは命のやり取りなわけですよ、相手も武器を持っていて、銃社会だから警察官というのもそれを察知して、先回りして自己防衛をしながら犯罪を抑え込まなきゃいけないので、えー、こんな余分なプレッシャーがあると、ですね、それをやはりあの善良なまともな警察官からすると、その捜査を妨害すると。 いうことになってしまいますし治安を守る側の逆に危険度が増してしまうということなんですねはいでまあ,あし,しょうがない側面もこれ警察側だけを擁護することはできませんよ警察側あ に過失というのもあります、はい、例えばですね2013年ニューヨーク州ニューヨーク市のクイーンズ区というところで日本人がはねられました、えー、小山田亮さんという方ですね去年24歳お亡くなりになってしまいました、えー、夜中の0時45分に、えー、ちょっとですねコンビニみたいなところに買い物に行こうと思って道路を渡っておりましたところ パトーカーがですね緊急通報を受けて現場に向かう途中のパトカーにはねられました。で、これは、後に自己扱いをされてしまいます。で、遺族は裁判を起こすんですが、裁判で警察が何を言ったかというと、警報も鳴らしていたし、サイレンですね、サイレンも鳴らしていたしあの、警告灯ですね、ちかちか回る、警告灯もちゃんと投下して。 いて時速60キロぐらいで走っていたのを突然飛び出してきたから跳ねちゃうなんで飛び出してきた側が悪いということを言いました、えー、しかしこれがですねいろいろな監視カメラ等々も含めて長い年月をかけて4年ぐらいかなあかけて事実がだんだん明るみに出てきますこれびっくりなんですけどサイレン鳴らしていませんでした警告灯をつけていませんでした時速100キロを超えてましたこの状態で突っ込んできたということで、えー 避けられずにですね、は、えー、ねられてしまったということでございます。えー、緊急通報を受けていたのは事実なので、職務に向かう途中ではあったんですが、あー嘘をついてですね、えー、自己保身を図ったというところで、警察の信用が一気に落ちてしまうと。で、こういうことが、他でもアメリカというのはあって、えー、それで問題視をされて、改革が叫ばれるんですが、 あこの時ですね、トランプさんがこの改革をどうするべきかということで象徴的なことを言っております。最強かつ最高の警察の再構築をするということをトランプさんは言っております。えー、警察官の権限を奪ったりとか監視をして何とかことを収めようとするんではなくて、例えば訓練内容であったりとか精神の 鍛え方であったりとかルールのサイドの見直しであったりとかということをして警察組織をより強くすることで健全化するんだというのがトランプさんの考え方だったということですもちろんそういう考え方のそばにはトランプジュニアさんもいたんだろうというふうに思いますはいお、お互い優秀な方だと思いますが根本における価値観が違う中このニューヨーク州で知事として 2022年、来年の11月とかかな、10月か11月か分かりませんが、激突ということでございます。はい、では本日ですねトラン、ドナルド・ジョン・トランプジュニアさんがニューヨーク州知事選に出馬表明かというニュースでごごござざいいまました本日は以上でございますご視聴ありがとうございました。